皆さんこんにちは。登録販売者講座を担当させていただいております実務薬学総合研究所水康弘と申します。皆さんと一緒にこれからの長丁場になりますけれども一緒に学んでいただければと考えております。よろしくお願いいたします。それでは登録販売者講座第1章の1です。医薬品の本質について、こちらについてどのように学んでいきましょうかという点で、こちらの3点でございます。医薬品とはどのようなものを言うのか理解しましょう。医薬品の果たす役割について学習しましょう。医薬品の有効性と安全性について理解しましょうの3点を中心に学んでいきます。それでは具体的な内容でございます。医薬品も人体にとって異物であるという点は重要であります。また医薬品の作用は複雑であり、すべてが解明されてはいないという点です。また期待される効果以外に副作用というものが生じることがございます。医薬品は情報、添付文書、製品表示等がなければ単なる薬物であるという点です。また常に新しい情報の把握に努める必要があるという点で、医薬品は他のものと比べて特別なものであるというふうな理解をしていただく方がよろしいかと存じます。続いて医薬品の適正使用について解説をさせていただきます。医薬品は人の疾病の診断・治療や予防に使用されること、または人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であり、その有用性が認められたものだが、使用には保健衛生上のリスクが伴うものであることに注意が必要である。先ほど申し上げました副作用というところに、その医薬品のリスクというものがイメージできるかと思います。続きまして医薬品の位置づけについて解説をさせていただきます。こちらの表にあります通り、医薬品のそれぞれについて少し解説を加えさせていただきます。薬局医薬品というのがこちらの3点ございまして、そちらの一つ一つについて詳しくご紹介をさせていただきます。要処方箋医薬品というのが、保健医療で使われております薬価という公定価格が使われているもので、医師の処方箋を持ってこちらの方が薬剤師、薬局の薬剤師が交付するような形で皆様の手元に渡るものでございます。またその他の医療用医薬品というのは、薬価というものはついてはいるんですけれども、処方箋が必要なく販売ができるものとなっております。薬局製剤というのはあまり聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますけれども、薬局のだいたい 10% ぐらいの中で、こちらの製剤の製造販売の許可を取っているものがございます。全体で、400弱の種類の薬局製剤というのがあるのですが、こちらの方は処方箋なしで、販売できるものとして、認可されているものでございます。また要指導医薬品というカテゴリーが新しく登場してまいっております。こちらの方は薬局医薬品と一般用医薬品の間の位置づけでございまして、一般用医薬品であった劇薬およびスイッチ直後製品と申し上げます、医療用の医薬品から一般用医薬品に転用になった薬剤がまずこちらのカテゴリーに入るというふうなものでございまして、薬剤師が直接患者さん、生活者に指導するものでございます。続いて一般用医薬品というのは皆さんが一番おなじみのものでございまして、 OTC の医薬品と呼ばれているものもこちらのカテゴリーでございます。
少し配置の医薬品ということでですね、こちらの表には追加させていただいておりますが、一般的にですね、こちらの製品の期限が長いものを中心とした配置の品目としてリスト化されておりまして、主に配置販売の業者の方、配置員の皆さんが常に関わっている医薬品となっております。続きまして、医薬品の果たす役割についてご紹介いたします。医薬品は専門家より必要な情報が伝達されることにより、この専門家でございますけれども、薬剤師はもちろんですけれども、登録販売者、配置の販売業者の配置員の方も含めて専門家でございます。その専門家より必要な情報が伝達されることにより、購入者、これは一般の生活者をイメージしてください。適切に使用でき、初めてその役割を発揮することが可能であります。また一般用医薬品は製品に添付されている文書、これを添付文書とか納書というふうに呼ばれております。こちらの方には製品表示に必要な情報も含めて、一般の生活者が知らなければならない必要な情報が記載されています。主に症状を中心に記載されていることが特徴でございます。続いて、一般用医薬品の情報提供について少し解説をさせていただきます。一般用医薬品は一般の生活者が自ら選択し使用するものです。一般の生活者においては、添付文書や製品表示に記載された内容を見ただけでは、効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることがあるということでございます。なかなかそのこれを見てください、この箱の表示を見てくださいというだけでは、なかなか私どもが伝えたいことというのはなかなか伝わらないというふうな状況は私も何度も経験しております。はい、続いて、専門家は購入者が知りたい情報を十分に得ることができるように相談に対応することが必要であります。こちらの方もただ患者さん、生活者の方がこれをくださいということで、何の情報もなしに販売をしてしまうということはできるだけ避けたいというふうな気持ちで、私ども常に窓口に立っておりますので、それにつきましてもしっかりとこちらの情報提供の重要性について学んでください。続きまして、医薬品の有効性、安全性についてです。医薬品は市販後にも医学、薬学等の新たな知見、使用成績等に基づいて、その有効性、安全性等の確認が行われる仕組みになっています。こちらの方は、例えば一般用医薬品のリスク区分ということをイメージしてください。リスク区分というのは、この使用成績等安全性の確認によってリスク区分が変わったりすることがございます。そのようなイメージで考えていただきましたら、こちらの有効性、安全性というのは常にウォッチされているというふうな点をご理解いただけるかと思います。また、登録販売者は常に新しい情報の把握に努めなければならない。こちらの方は販売している商品のみならず、全般的に理解していかなければならないというふうなことをご理解ください。続いて、正誤問題、こちらの方で、知識の再確認をしていきましょう。まず問題を読み上げます。1番、医薬品は期待される効果が必ず発揮されるものである。2番、医薬品は人の疾病の診断、治療または予防に使用される。3番、医療用医薬品は一般の生活者が自ら選択し使用する。さあ、皆さん分かりましたでしょうか。それでは解説を加えさせていただきます。1番は×でございます。
医薬品は期待される効果が必ず発揮されるというのが間違いで、発揮されるとは限らないというふうな文言があったかと思います。2番の方は丸でございます。3番、この医療用医薬品はというのが少し問題がございまして、医療用ではなくて、これは一般用医薬品においては一般の生活者が自ら選択し使用するというふうなカテゴリーになっておりますので、それを理解して進めていきましょう。これからも継続して学んでいきましょう。どうもありがとうございました。